皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、好きなことでお金を稼ぎたい人へ。高橋孝子的解釈をお伝えします。ということをお話ししていきたいと思います、えー。世の中的にですね、好きなことでお金を稼ぐっていうのは、あの、お仕事でね、えー、メインの仕事にして、 自分のやりたいことで稼いでいきたいっていう方が多いのは、あの、すごくよくわかりますし、私も基本的にそういうスタンスで生きています。なんでそういうスタンスで生きてるかっていうと、仕事をする時間がおおよそ多分人生の半分以上は占めるじゃないですか。大抵短くて8時間、下手すると10時間、人によっては12時間とかになると、そこがめちゃくちゃ嫌いな仕事で、 やった場合に人生の三分の一損することになるじゃないですか。で、私はそれが嫌なので、うんそのオンとオフを切り替えたいタイプの人と、まあ、そうでないタイプの人いると思うんですけれども、まあ、私は仕事をそんなにこう仕事って切り分けない仕事の仕方が好きなので、うんだからゲーム感覚ですね。あの、やってることは ガガチででテンなことをやってますすけど感感覚覚的にはゲーム感覚です楽しいからやっちゃうっていうそういう領域で仕事をしていきたいタイプの人です私はだからこれ共感できる人とできない人がいていいと思うんですよなのでオンオフがあんまりパッキリしてないような生活でも苦痛を伴わないストレスを感じないタイプの人なんですよ いや、仕事嫌だなとか、この時間仕事だっていうふうにめっちゃ重たい気分にならないで、まあ呼吸をするように仕事をし、まあその中にも遊びも入れながらっていう感じなので、仕事はあんまり仕事って思ってなくて仕事をしちゃってる。もちろんちゃんと稼ぎますし、えー、そこはきちんと稼げるように戦略を考えてやりますよ。で、それものゲーム感覚なんですよ。だから、 やっていくことにそんなにこう躊躇がないし、マインドブロックがないっていうのもおそらくそのせいだと思っています。ですので、ここ何人かちょうど好きなことでね、あの仕事副業を本業にしていきたいっていう方の相談に乗った時に同じような思考の傾向があると思ったので、そちらをちょっと私なりきの 解釈でね、お伝えしていきたいなというふうに思いまして、こちらの動画を撮っております。はい。ではね、本題に参ります。えまず、好きなことでお金を稼ぎたいって思ってる人って、自分のね、あの、何かスキルとかがあって稼ぎたいっていうのは全然構わないんですよ。私も実際そうしてるし。だけれども、あなたの人生の目的は何なんですか っていうののをその人に問いたいですはい。これちょっと好きなことでお金を稼ぎたいっていうふうに思っている人は一回こうちょっと自分にも置き換えて「人生の目的は何なんですか?」って言われたら何て答えますか <laughs> ちなみに。 あの、私は人生の目的は何なんですかって言ったら、あの、テーマは自由なんですよ。自由であること。リバティですね。自由を勝ち取るっていう意味でのリバティです。で、そうすると、自由がテーマだとどういうことになるかっていうと、もちろん精神的にも、こう、好きなようなことを好きな工夫にしてるっていう精神の自由ですね。 その精神の自由を得るためにお金、経済の自由ですね。これも自分でコントロールしてお金を作れるっていう状況を作っておくっていうのが、労働集約型でガツガツ自分が稼いで作っていくっていう部分と、あと仕組みで回す、ビジネスの仕組みで回すことによってお金が入ってくる仕組みを作るっていうことと、あと投資、お金でお金を稼いでもらうっていう投資の領域。まあ、この3つをだいたいうまくね、 回していく領域でより自由度が高くなるのは仕組みで回すと投資で回すっていう、まあ、そこができているとん自分で労働集約型で汗水たらして働くっていう領域少なくて済むじゃないですかだってそこが稼げてるか稼げてないかあんまり関係なくて仕組みで回ってるとすれば本当に好きなことだけ好きな時間やればいいじゃないですか。 で、大体やっぱりね、そこを目指す方多いですよね。もちろん私も、あの、そこは目指したりとかしています。それができるようになると、例えば好きな時に、好きなところに行って、好きな人と出会って、好きなことをやれるっていうことが実現できますよね。すべてでないにしてもですよで。一番使わなきゃいけないのが頭になります。なので、知恵を使って、 仕組みを作ってで、その仕組みの中には、例えば外注さんとか手伝ってもらう人がいたりとか、あと仕組みの作り方的には私は、あの、今の私は一人ビジネスみたいな作り方が好きなので、外注さんいっぱいお願いしてますけれども、あの、そう、それもでも仕組みを作っていってるわけじゃないですか。外注さんお願いするシステムを持ってるっていうことでね。ここを構築するまでにいろんな外注さんとお付き合いをしているし、 私がうまく指示をしきれなくってね。あの時、給単価もったいないな。みたいなことになっちゃう時とかもあったのも経験した上で今があるわけですよね。そうすると時間を作るためには稼がないといけないわけじゃないですか。で、稼ぐことによってより害虫さんとかにね。普通の。 ルーティーン作業はお願いすれば自分の時間がどんどん空いていく。それ以上に稼げばいいだけのことですから。だから、なるべく単価が高い仕事をやりながら、えー、単価が割とリーズナブルで動いてくれる人たちにその仕事をやってもらえれば、差弱が生まれますよね。それによって利益はどんどん拡大していけばいいわけじゃないですか。だから、自分が稼いでいく速度がより早くて、この時給、 が上がっていく速度より加速度的に高ければ利益がの儲かる利幅が増えるっていうのは理解できますよね。じゃあここであの考えてほしいのが要は人生の目的は何なんですかって言った時に私自由を得て精神的にも経済的にもいい状態で好きなことを好きなようにやりたいっていうねもちろんその中には余裕ができていけば えー、お金がなくって小学生をやっていた自分貧しいけど勉強する意欲がある人たちとかはただで教えるっていうことを仮にやってあげたとしたってまあでもただだとね身にならないから後で奨学金みたいな形の返還っていうのはねいくばくかはしてもらおうかなとは思うんですけれどもそういうものにだってやれる余力ができるわけじゃないですか、まあ、いわゆる社会貢献っていう領域になりますけどね。 やっぱりお金を作らないと時間ができないから、やっぱりそれができないから、やっぱお金を稼ぐのが先だと思っています。じゃあ、その目的が決まりました。で、まずは先にお金を稼ぐことっていうとこが決まったとするじゃないですか。そうすると、その中で好きで単価が高いものをやっぱり優先していけばいいわけですよね。私の場合は。そうすると自由度がすごく上がるわけですよ。 じゃあ、皆さんが、じゃあ、例えば何でもいいです。趣味のものをお金化するっていうのを考えたときに、それを求める人がいて、高単価でも買ってくれるっていう人がいる場合には、そのまんま多分事業、ビジネスになりやすいです。ただ、すべての趣味がそうなるとも限らないですよ。 あの、工夫次第でいろいろありますよ。趣味がお金になるっていう。あの、転換させる工夫次第ではなるケースもあるんですけれども、この間お話を聞いた方も、さらっと見る限りでは、それをじゃあ高額化しようとした時に、習いたい人どれぐらいいるかなっていう、そもそもニッチな業界のニッチなスキルだったんですよ。 じゃあそれを、じゃあどうしてもそれを仕事に絶対しなきゃいけないですかっていう話なんですよね。もう一本本業があってそちらの方がどう考えても儲かるんですよ。モデルが、儲かるモデルだから。だったらその本業に役立つように趣味の副業をつなぐようにね、動線をつなぐように扱うとお金に関もするし仕事をしてる感があるじゃないですか。 だから、あくまでも稼ぐのは本業の方で、その本業がさらに潤うような貢献度が高いものとして、副業を使えばいいんじゃないですかっていう、そう、ちょっと趣味の領域の副業なんですけどね。つまり、副業でがっつり稼がないと、好きなことでお金を稼いだことにならないっていうのは、多分勘違い。で、そこに貢献するっていう状態ができれば、それでいいじゃないですか。という、 あの解釈。これは私的な解釈なんですよ。だから好きなことをしてお金を稼ぎたいと思ってるっていうのは絶対にそれで稼がなきゃいけないんですかっていう話です。本業に結びつくようにその副業とか趣味のものを誘導に使ったら、いや、それで稼いだことになりませんかっていう話そしたらそんなに心がキュウキュ急としなくても、そのう売れるとか売れないとかにめちゃくちゃマインド左右されなくてもいいじゃないですかって。 いうのが私の考え方ですじゃあその段において、えー、趣味をねじゃあ仕事にするっていう私どうしてますかっていうと趣味と仕事がごちゃごちゃだっていう話をしましたよねまあそれで楽しくやってますで趣味領域で言うと例えばカメラってもともと趣味の領域なんですよだけどものすごい突き詰めていくとそれをやっぱり できる写真とかが素敵とか言われれば教えてってやっぱ言われるようになったりとか実際にパン教室をねやっている時とかもパンの発酵の合間に写真を教えてたんですよね時間効率よく使うためにでそれ皆さん感謝されて実際にきれいに写真撮ってくれる方が私の教室行ってきましたこんなパン作りましたって SNS 映えだってするじゃないですかちゃんと教えてあげればという意味で やっぱ写真を教えるっていうのは意味があることだったんですよね。でそれが、えー、習っていた趣味です写真はだけどお金化するっていうふうに口座に組み込んだ瞬間にそこで単体じゃなくても本業にとって影響力があるいい状態しかもお客さんが喜んでくれるっていうことは。 えー、それを拡散してもらったらその講座が売れる可能性が高くなるじゃないですかだから結果として写真がそこに入ることによって売れる確率が上がるんだったら十分写真はマネタイズしたことになりませんかっていうことですつまりこのもし発想がないと皆さんはフォトグラファーにならないといけないっていうふうに写真で食っていかないといけないっていうふうに思っちゃうじゃないですか 私そんな考えはなくて、プラスアルファ、本業に貢献すれば、その趣味でもお金を稼いだことになるって思ってるから、すごくハードル低くてライトなんですよね。その効果を自分でちゃんと見つけてあげる、認めてあげるっていうことが必要なんですよ。結構ね。なので、私の考え方はそれです。じゃあ、えー、っと、趣味のサックスも趣味なんですけど、 これを仕事の中に組み込むためにはどうしたらいいかなって思ったら皆さんがね、喜んでくれる余興でやるっていうところからもともとスタートしてますけれどもそれをさらに磨き上げていくとそれ自体がコンテンツにだんだんなっていくことになってってるんですよ今出版記念、ね、ライブって言って本当はセミナーの方が主だったんです最初は曲数ももちろん少なかったしだけれども、まあ、出版記念、ね セミナーライブっていう名前でんですけどセミナーってね多分10分は喋ってないですよ34時間とか5時間ぐらいの中であのもちろんそれをやってもいいんですけど、まあ、他の先生他の著者との差別化っていうこともあって、うん、自分もだんだん上手くなってきてるっていうこともあって、まあ、バンドの方とかも呼んでるっていうこともあって曲数をどんどん増やしてって今だいたい1回やると1 2 3曲吹くんですけど。 そうすると普通に普通のライブレベルなんですよねその領域になっちゃうとでそれに頼るだけにうまくなっていってるんですけどねでそういう風になってくると今度どういう現象が起こってくるかっていうとあのー、上げてるじゃないですか SNS で練習中とか言って,てそうするといつか高子さんのライブを生で聞きたいですっていう方が出てくるんですよセミナーライブっていうくっつけてる内容が元々だったんですけどね だけど今度はだんだん曲数が増えてくるとライブの要素が強くなってきてコンサルタントなんだけどライブをやってますっていうだからプロのミュージシャンじゃないんですよコンサルタントをやってるっていうまあ両方ね話聞けるよみたいな体があってでもあの逆に本業の方である程度稼いでいるので 趣味の領域でかつ皆さんが喜んでくれるっていうライブツアーの方は赤字、OK、なんですよでも私趣味でやってるし楽しいしが続いていくとじゃあぜひねちょっと私のところでもあのお祝いっていうかライブっていうかまあ、えー、と記念パーティーとかに、ね、来て吹いてもらえませんかとか言ってもちろんお祝いの気持ちがあるしまあ,あのプレゼントっていうつもりもあるから。 重いですよ。サックス持ち歩くの重いですよ。パーティードレス着てさ。重いんだけれども、服じゃないですか。で、ご本人も当然喜んでくれるし、当然あの人は誰なんだと。サックス奏者じゃないんですよ。私、コンサルタントなんで。あくまでも職業はで。そうすると覚えてもらえるっていう感じ。その不思議な人っていうところでね。え、なんでコンサルタントなのアーティストなんだみたいな。そこも一つのブランディングになっているから、 そういう領域に置いちゃってるから、えー、覚えてもらいやすいっていうのと、呼んでもらいやすい、まあ、皆さんが喜ぶからで。それをきっかけに私ってどういう人って見てもらって、ホームページ見てもらったら、何かのきっかけで、まあ、コンサルとかね、お願いされることだってあるかもしれないじゃないですか。でそれぐらいのライトな位置づけなんだけど、仕事の中に入れ込んじゃってるんですよ。だから その自分のものが仕事にならないっていうか、その独立した一個のもので絶対に稼がなくっちゃいけませんかっていう話です。トータルで稼げてれば、その中に誘導するもの、ないしはそのブランドを上げるものとして、趣味のものが使えるんだったら、それでいいんじゃないですかって個人的に思ってます。じゃあね、例えば私、自分、着物、自分で着れないですけど、じゃあ、着物を 着るのがすごく好きで、着物の文化を伝えていきたい。でそれも、本当はお金になったらいいと思うけど、着物を習ってくれる人は少ないだろうな、っていうふうに思ったら、私は、あの、すべて、ズームとか、えー、っと、自分のセミナーとか、そういうのをすべて着物を着てある気持ち。というブランディングをする。そうすると、それを見ている人が、ね、 面白いからって、じゃあセミナー登壇お願いしますって言われるかもしれないし、着物ね、そんなに好きならなんか着物のあれでなんか語ってくださいとか。要は、つまりそういう自分であるっていうのを見せ続けるっていうアイコンとして動いていくっていう時に、ずっと着物が好きでって言ったら着物着続けますよね。広告塔として。はい。で、やった結果、 あの、何か頼まれたりっていうことはあるかもしれないけど、まず好きをアピールする必要があります。はい。だから、あの、その本当にね、仕事にしたいっていうふうにもし思うんだったら、まず自分がそういう人間であるということを、やっぱ歌っていくっていうことも結構必要になると思うんですよね。で、結果、じゃあそれによって面白いから、 って言って覚えてもらってページとかを見てもらって別にコンサル頼まれるんだったらそれでいいじゃないですかあのだからその自分の持ってるものをどうやって本業につないでいくかっていうことで稼ぐのでも全然いいんですよっていうことですそれ一本で絶対に稼がなきゃいけないっていうことはないないんですよ全然、うん、だからその感覚を持つことができると 好きなことでお金を稼ぐって、見えに見えない効果とか成果もお金に換算することができる視点があるのであれば、結果として稼げることになるから、もっとライトで楽しくていけませんかっていう話です。さっき言ったように、私はなんか趣味っぽいことをやっても、それを全部見せたり発信していることが多いんですよ。 今の流行りで言うと AI のお絵描きとかって言ってミッドジャーニーとかいうのをね使ってあの写真のような絵のような素敵なやつをですね文字で書いてるんですよ。だけどそれを普通にはできたら嬉しいなって言ってみんなに見せたいと思って Facebook とかにどん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 こう上げていたらあの絵はどうやって描くんですかとか 私も書きたいとかって言って、その AI お絵かき講座に興味あるのかなみんなと思って興味ある人って言ったら、えっ、ー、と、12、3人出てきたかなうん、12、3人いれば講座、金額をいくらいただくかは別として、講座として成立しますよね。はい。なので、その、集客しなくちゃとか、 商品作んなきゃって考える前に自分はもうそういうの大好きですっていうのを少なくともアピールしましょうよっていう感じですそうしたら声かかっちゃったりすることって結構ありますよ、うん、だからね私はこういう人間であるっていうことでコンサルですけどサックスの練習のシーンとかいっぱいあげてるからサックスの人って思われているケースがあってでもガチでコンサルタントっていうこれもギャップになりますよね でそんなに演奏できるのにコンサルなんですかみたいな感じでコンサルの片手間にやってます趣味でみたいな感じで趣味って言っても結構ねガチですよライブやるんだから大きい会場借りてという世界観はありますけれどもね、はい、だからもっと好きなことでお金を稼ぐっていうことは本業的なちゃんとお金になる仕事につなぐっていう使い方も全然ありだと思うので。 そもそもそれは稼げる領域のものなのかっていう下調べはやっぱりきちんとした方がいいです。それが難しいんだったら違う方法で稼いでいいじゃないですか最終的に月賞20万とか30万が欲しいですっていうのが目的だったら好きなことっていうのは趣味化をしたものを仕事の中に入れ込んだその仕事がさらに反映すればそれでいいじゃないですかっていうそういう結論付けの仕方で。 私は OK だと思うから皆さんが多分固く考えすぎだなというふうに最近話を聞いて思うことが多くなりました絶対にそれを本業にしなきゃいけないっていうほど本業の需要がない趣味ってあったりします、はい、だけどそういう人に限ってめちゃめちゃ宣伝とか自分って本当それ大好きなんですっていうのをあちこちで言いまくってないんですよ発信量が足りない 本当にそれをしたかったらかなり発信していく必要があります。はい。なので好きなことで稼ぎたいんだったらそれを単体でやるっていうのももちろんありだけど業界的に難しかったら本業になんかコラボしてつないでそこは赤字だけど本業がさらに黒字になれば OK っていう考え方でいいんじゃないですかっていうのが私的な好きなことでお金を稼ぐという解釈になります。 トータルで帳寿り合ってればいいんじゃないって思ってます。だから人生の目的はどこにあればあなたは嬉しいんですかっていう話なんですよ。自由を手に入れるっていうのが私の大きい目的だったら単価の高いものを売っていく方がいい。それはだからコンサル業とかがそうですよね。で趣味的に写真とか音楽もやってますけれども、それは趣味的にやっているから、 ついでにそのコンサルの領域の中に入ってきちゃうんだったら混ぜ込んで打ってしまえばお仕事になるし楽しいしっていうそういう考え方でもいいんじゃないかなと思って発想をもっと柔軟にしていただいたら道が開けるではなかろうかというふうに思いますはいでは結論をまとめていきたいと思います好きなことでお金を稼ぎたい人へ高橋たか子的解釈をお伝えしますの答えは、えー、好きなこと単体で お金を稼がなくてもいい。本業があるならその本業で自分の好きなことが貢献できるように道をつなげばそれでいいんじゃないですかっていうのが私の思うゆるーく好きなことでお金を稼ぐという結論になります。はい、以上になります。よろしくお願いします。それでは。